7、8ヶ月ごろもぐもぐ期のレシピ紹介をします。担当の吉川です。1品目は風呂吹き大根です。材料は大根 20g とだし汁です。大根を1センチ幅の2くらいに切ってください。厚く皮を剥きます。柔らかくなるまで煮ます。3ミリ角の角切りにしてだし汁で再度煮ます。はい、こんな感じです。はい、続いてタイとオクラの煮物です。1食分はタイのお刺身1切れとオクラ1/3本、だし汁適量です。じめにタイを茹でます。そしてこのようにフレーク状にほぐします。柔らかく茹でたオクラを刻みます。だし汁を適量加えて、鍋で再度煮ます。はい、続いて茶碗蒸しです。材料は1食分卵黄1個とだし汁が大さじ3です。まず卵黄とだし汁を混ぜます。これをラップをして電子レンジで500ワット3分加熱します。2分30秒加熱して、あとは10秒ずつ様子を見ながら加熱すると安心です。柔らかく茹でて刻んだ野菜も入れても OK です。このような形になります。続いて納豆とろとろスープです。材料は1食分ひきわり納豆小さじ2、ブロッコリー小房の1/2個、だし汁大さじ2です。ひきわり納豆にお湯をかけ回します。お湯をかけることで納豆の臭みや粘りが軽減します。ブロッコリーは柔らかく茹でて軽く刻みます。耐熱容器にだし汁大さじ2杯と納豆、ブロッコリーを入れて、はい、これも電子レンジで約20秒加熱します。はい、そして大根の鶏そぼろあんです。材料は鶏ひき肉 10g、 大根 15g、 だし汁大さじ1、水溶き片栗粉少々です。鶏ひき肉を茹でて、大根も柔らかく茹でて3ミリ角に切ります。だし汁に鶏ひき肉と大根を加えて加熱し、水溶き片栗粉を加えてとろみをつけます。こんな感じです。鶏ひき肉は脂身の少ないものから使っていきましょう。以上、吉川でした。